最近でも月に100万ぐらいトレンドブログで稼るようになったみたいな人を聞いたので、めちゃくちゃ再現性あるみたいな話をしてました、その人は。ブログとかアフィリエイトだけだと満たされないものっていうのが結構ある。あの、アフィリエイトとかいくらしてても別に感謝されることないんですよ。岸本さん、中地さんはトレンドブログどう思いますかまあ、おすすめをするかって言われたら別におすすめはしないですね。なんでかって言ったら、理由はいろいろあるんですけど、まず一つ、 は、そんなにスキルが身につかない。トレンドブログってどこまで行ってもトレンドを追いかけるだけなんで、別にじゃあ記事同士の関連性がどうとか、SEO がどうとか、考えないじゃないですか。リライトしますかって100リライトしないでしょ。トレンドブログなんてリライトしてもしょうがないじゃないですか。 で、ユーザーのことをそんなに考えて記事書くか,かって別に書かないですよね。ユーザーの誰かの悩みを解決しようとか、誰かの役に立とうと思ってそんなに書くわけじゃなくて、ただアクセスが来ればいいって思って書くだけだと思うので、まあいろんなトレンドブログがあるのでも難しいですけど、まあ一般的なね、こういうアフリエイトとかで作られるようなトレンドブログはってことですよ。まあそれこそ芸能人の結婚とか不倫とか、そういうものばっかりを書いていくんで。じゃあそれでライティングが上手くなるか、なんかブログの力が使い水曜の力が使っていったらつかないと思うんですよね。 まあ小さいお金は稼げるかもしれない。でもそれで終わり。みたいな。それうまく稼げればいいですけど、稼げなかったらスキルも身につかないし、時間だけ取られて。結局次にやることゼロからスタートなんで。だったらもったいないんじゃないかなと思う。もう一つは、まあ今もったいないっていう言葉を使ったんですけど、なんかそんなトレンドブログ。そんなって言うと本当あれなんですけど、まあ一般的にイメージするようなトレンドブログですよ。そういうものを作ることに自分の時間を使いたくないからですね。 さっきも言ったんですけど、トレンドブログって別に正直ですよ。なくたって誰も困らないもんだと思うんですよ。まあその芸能人のね、クリーン問題とか、そういうもの、アクセスが集まるわけじゃないですか。まあそれ別にブログだけじゃなくてメディアだってそういうのを報道するわけなんですけど、別にそれがなくたって誰も困らないですよね。確かに興味関心を引けるんでアクセスも集まるし、お金にもなるかもしれない。でもそこに対して誰かの悩みを解決するとか価値を提供するっていうことができないので、じゃあそこに対して自分の人生のね、 貴重な時間を使うっていうのはどうなのじゃあ1年とか2年使うって人生例えばまあ100年ぐらい生きる時代になってるとは言われてますけどまあじゃあ80年ぐらいだとしてその80分の2とかをそんな誰の役にも立たないようなものに対して使うっていうのは僕は嫌なんですよねもったいなくないですか誰かに聞かれた時にブログで稼いでるっていう話をした時にじゃあどんなブログで稼いでるのって芸能人とか不倫とかの記事を書いて稼いでるなんて多分言えないと思うんですよ言わないと思うんですけど なんかそれも嫌だなと思うんですよね。結局お金を稼いでるけど、後ろめたい気持ちで稼ぐいいことになるわけで。それだったら、ちゃんと他の人に自分はこういうブログを作ってるって自信持って見せられるようなブログを作る方がいいと思うんですよね。だから別にトレンドブログで稼ぐことを否定するわけでもないし、別にそれをやりたい人はやったらいいかなとは思うんですけど、僕はやらない、少なくとも。やったことはありますけどね、昔。十何年前とか。でも僕はうまくいかなかったんで。 うん、トレンドブログが稼ぎやすいって言われても、まあ今だったらですよ。やらない。そのトレンドブログの先に自分がやりたいことがないからっていうのは結構あるんじゃないかなと思いますね。なんかトレンドブログを、じゃあやりました。その先に何か自分が本当にしたいことが待っているのかって言ったら多分待ってないんですよね。で、ほとんどの人が、まあブログやってる人とかアフリエイトをやってる人の、 結構な割合でうまくいくと実店舗を始めるんですよ。まあ僕とかもね、ひとりさんと一緒にコーーティングスペースやってますけど、あれなんでみんなが実店舗を始めるかっていうと、まあ理由はいろいろあるんですけど、やっぱ面白いことをしたいっていうのが一個なんですよ。じゃあブログとかアフィリエイト面白くないのって言うと、別にそんなことはないんですけど、ただブログとかアフィリエイトだけだと満たされないものっていうのは結構ある。まあそれはね、ざっくりな言葉で言うと、まあ承認よって言ってことになるんですけど、あのアフィリエイトとかいくらしてても別に感謝されることないんですよ。だってみんなも物を買うときに、 それこそ、ね、ネットで調べて、比較の記事とか読んで、買う、ことってあると思うんですけど、じゃあ、まだまだ、そこのサイトの運営者に対して、お礼のメッセージを送ったりしないですよね。なんでかって言ったら、どこまで行っても仲介してるだけだから。商品を買うのは、そのメーカーから買うわけで、別にそのサイトから買うわけじゃないんですよね。そのサイトっていうのは、あくまで、そこを経定してるだけなんで。じゃあ、最近買ったもので、なんかネットで調べて買ったもので、そのサイトのことを、名前覚えてますか多分覚えてないですよね。いや、その程度のものなんですよ。 普通の人にとって、ブログとかアフィリエイトサイトっていうのは。いや、もちろんサイトによりますよブログにもよるんですけど。ってなった時に、じゃあなんでみんな実店舗始めるのっていうと、ありがとうを聞きたいんです、直接。要はありがとうって直接言われたい。実店舗だったらそうじゃないですか。お客さんと直接することになるんで。よかったら、それはありがとうって言ってもらえるし、まあダメなものだったら、直接クレームをもらうかもしれない。でも、ある種そういうものが欲しくて実店舗をやるようになるんですけど、じゃあさっきのトレンドブログみたいなのを作って、それがうまくいきました。 って言った時に、そういうものがあるかって言ったら、もういよいよ本当に何もないですよね。あの、少なくとも、まあ今すごい極端な話をしたんですけど、別に誰かの悩みを解決するようなブログを作ったら、そこに対してありがとうっていうことを、えっと、言ってくれる人っていうのは全然いると思うんですよ。まあ、例えばブログじゃないけど、WebShackTV とかだって、いろいろブログとかの話をしてるんですけど、そこに対して、えっと、こんなに役に立つ情報を無料で教えてくれてありがとうって思ってくれている人はいると思うんです。だから、それはそれで一個別に、 いいなとは思うんですけど、まあそれより直接ありがとうって言われたりとかもあるんですけど、まあそれはね、やっていくと思うことで、でもトレンドブログなんて本当いよいよ何もなくなっちゃいますよ。誰かの不倫のこと記事書いてくれてありがとうなんて思ったことあります週刊文春とかに、誰かの何かを暴露してくれてありがとうなんて思わないじゃないですか。楽しいなって思って見ることあっても、そこに対して感謝の気持ちなんていうのはマジでビタ一問誰も抱かないと思うんですよ。じゃあそれをやったときに、 本当に自分の人生でそんなことやりたかったのっていう風に絶対になっちゃいますよ。うまくいったとしても。本当に誰かに価値を提供できるような役に立つようなトレンドブログを作ろうと思ってるんだったら別にそれはそれでいいのかなと思うんですけど、ほとんどの人が作ろうと思ってるトレンドブログはそういうものではないので、とにかく、えっと、文章力がなくても SEO のキーワードとかよくわかんなくてもなんか機械的にやってて、うんと、すごい作業量とかでなんか無理くり稼げるようになるみたいなトレンドブログを作っちゃうので、 ま、これも個人の価値観なんで別にそれはそれでいいんですけど、少なくともそれをやった先に僕が欲しいものとか僕がやりたいことっていうのは全くないから、自分自身はやらない。そんなことをやるぐらいだったら、本当に稼げないかもしれないけど、特化ブログとかを1年とか2年やってる方がいい。だってそれは稼げないか,かもしれないけど、スキルとか、いろんなものが身につくから。だから自分がお金を稼ぎたいっていうのはもちろんそれはそうなんですけど、でもそのために本当に何をしなければいけないかっていうのは、まじで多くの人が気づくべきだと思う。 何かだから役に立つ情報を発信したらそれで済むのにお金をもらえるようなものではない。もちろんそういうものもありますけど。でもそういうことをしたいんだったら、コンサルみたいなことをするべきですよ。これを教えるからお金をちょうだいっていう契約をして教えてあげるべき。そうじゃなくて、無料で発信して、ブログとか YouTube とかもそうなんですけど、無料で情報を出して、速攻でマネタイズしたいっていうのはこれも虫が良すぎて、てかビジネスモデルを間違っている。それをやりたいんだったら。 なので、そういう、まあ、情報発信みたいなことでお金を稼ぐのであれば、やっぱりそこに対して時間とか労力っていうのがかかることを知っておくべきだし、それをしないければ、やっぱお金は稼げない。まあ、芸能人のね、話とか、まあ、芸能人だけじゃなくて何でもいいんですけど、ただトレンドブログみたいなのは本当に誰でも稼げちゃうんで、言ったら。なんだろう、ブログってある種、 プロフェッショナルなところがあるというか、まあ僕、じゃあ、ちょっとかブログとか話してますけど、これ、作れないじゃないですか、なかなか。初心者の人が作ろうと思ってもなかなか作れないと思うんですよ。ただ、ブログある程度やってる人だったら作れたりはするんですけど、これ何かっていうと一つのハードルになるわけですよ。要は、それができる人とできない人で稼げる、稼げないが決まると。まあ、ちょっとかブログやったら絶対稼げるとか、そういう話ではないんですけど、でもトレンドブログって、 その本当に、ブログを何にもやったことない人、ライティングも全然できない、SEO もわかんない人でもできるじゃないですか、とりあえず。芸能人の結婚とか不倫について記事書くことはできるじゃないですか。それが上がるかどうかっていうのは別なんですけど。ってなると、ショートカブログとかそういうものだったら、知識とか経験とか、ライティングの能力とか SEO とか、ある程度わかんないとできないけど、えっと、トレンドブログだったら、そういうの何にもなくてもできるってことは、競合そんだけ山ほど増えるってことですからね。じゃあ、その中でどうやって上げていくのっていうと、多分そういう戦略を何もなくやっちゃう人が多いと思うので、だからちゃんと、 まあそういうところまでね、考えてできるといいよなと思います。なんかこう、まあ僕の良くないところというか <laughs>、なんかすごい先なことを考えて話をするので。だからまあそんなのいいんだよと、自分のやりたいこととか将来的なこととかどうでもいいから、とにかく目の前のお金を稼ぎたいんだよっていうのはわかる。それはわかるんですけど。でも、なんかそう思うんだったら別にやればいいなと思っていて。 でも僕が言えることは別にその背中を押すっていうよりはどっちかっていうとそのまま先に進んでもえー、っとこんなことが待ってるから気をつけた方がいいよみたいなことを言えるのがやっぱり先にいろんなことをやっている人の役目だと思うのでなんとなく面倒くさい話をさせてもらいました。 ブログの方をもっと勉強したい人のために無料メール講座もやっています。ブログ収益化まで体系的に教えているから、ブログを本気で頑張りたい人にはおすすめの講座になっています。文章力を鍛えたい人のために文章の書き方を直接自動する SEO ライティング実践講座もやっています。ブログで稼ぐには文章力が必須なので、ブログ初心者から中級者にはお勧めの講座になっています。どちらも興味があれば概要欄からぜひチェックをしてみてください。 こんな気にってるって何なんですけど、別にトレンドブログ否定しないですよ、僕は。あの、僕の周りでもトレンドブログ、あの、絶対お金稼ぐんだったらトレンドブログがいいよって言ってる人も実はいるんですよ。で、実際に、えっと、月に100万ぐらい、その人じゃなくて、その人が教えた人で、最近でも月に100万ぐらいトレンドブログで稼げるようになったみたいな人を聞いたので、めちゃくちゃ再現性あるみたいな話をしてました、その人は。まあ、それでもなお僕は別にトレンドブログをお勧めしようと思わない。それが全員でできるとは思わないし、それってもう直接教えてもらえる実際にリアルであって、 いくらでも教えてもらえる環境があるからこそそれはできる話ね。はい、という感じです。